三三十二、年勤めてたと思いますでその前にあの正式ではないんだけど、えー、島村三氏にまあ席を入れたっていうか、えー、自分の都合のいい時だけ出てくるようなそういう制度があったもんで <laughs>、はいえー、それを何年かやってました。 仕事の方の内容は、えー、自分の親父が、えー、販売員島田さん市の、えー、株主で販売員だったんでそれをあと次で販売の方をずっとやってました大体456件あったですかね そのほかに職員が二十ちょっとぐらいそんな規模だったんじゃないかと思います。職業柄その生産とか、えー、再生とかそういう時になるとまあ随分あのこの金銭の特に女の人は多いけど。 それを臨時として随分雇ったそういう記憶がありますね。うん、まあもちろんあの養蚕家の要望が一番、うん、確かな数字なんで、その要望に合わせてもちろん産種も作ったわけですね。で。 まあ私の記憶では一番多く売れたっていうか作ってた時代っていうのはやっぱりあのそうですね約60万グラムそこいらが大変最盛期だったような気がします。それは やっぱりあの20年の後半っていうかそこいらでそれから急にガタンとあの製,あの製造とか販売それがうん落ちたのが昭和33年ぐらいだったと思います。で33年の年には、えー、<coughs> とにかくあの桑の 蚕は桑っきり食べないからを、はい、を抜いたた人に奨励金が出したんですよね、はい、ところがその次年だったですかね急に様子が変わっちゃって、えー、朝鮮戦争かなんか始まったような気がするんですが、はい、そこで需要がまたぐっと伸びて今度は。 を浮いた人に奨励金出すというような <laughs> 1> 1年でそんなに変わったことはありますあ<ー>で毎年あの1月4日にこれは決まってあの島村から出てる田島八太郎博士っていうのがいるんです、はい、学士印象を受けた昭和29年に島村から2人学士印象を受けたんですが、はい、1>, 1人は橋本春夫さん博士、はい、それから 田島太郎博士、はいえー、で田島は、あのー、八太郎博士っていうのは <coughs> 三権の所長なんかもしてたこともありまして、はい、特にあの三氏については親父さんが、まあ、島村の,あの文化人なんですけどす、ねはい、島村三氏の共同組合長なんかもやったことなんですよね。はい で、毎年そのせがれの八太郎博士が島村三枝へ来て1月の4日なんですけど、うんえー、その年の見通しとか三枝業の状況とかいろいろあの講演したんです。で私なんかも年中来て来たんですけど決まって1月4日でで今の33年の時には。 えー、大体あの中国からえらい安い糸が来ちゃってて半値ぐらいで来ちゃうんでとても太刀打ちできないまあ日本の糸の方がずっといいのはいいんだけどそういうわけで根の方で全然釣り合わないで急激にあの三思魚は集落したっていうかえー。 えー、さっき言うた通りですね。あの我々の時代になったら全然あのうん産出のまあ10グラムっていうのがさっきも言うた通り2万流なんですね。でその許容範囲での600流っていうのがあるんだけど、それからまあ5グラムとか10グラムの半分ですね。それがそれから。 さらにその半分グラムこの3つの入れ方があってそれでまあ大体一番多いのは1 0ムで2万粒なんですけどねであの再生容器店があってその中へみんなあのずっと並べて、えー、それで売ってた初め売ってたんです。ところがその その容器の箱は回収しなくちゃなんないしまあ配ったあと回収して歩くのも大変なんですねで、えー、その後も消毒やらいろいろ清掃やらあるんであれは何年ぐらいだったんですかねえーえー、しスチロールの容器にすっかり変わってそれからまあ 産やめるまでスチロールだったんですけどねその方が、えー、病気のあれなんかも大変いいしあとの回収はしなくもいいし割合安かったもんで<ー>、えー、それすっかり、えー、入れ物が変わっちゃったわけですね。 まあ、特にあの今話に出た西一方なんですけどね、はいえー、あそこから、えー、思いもかけない島村へ注文を取ってきたんですよ、はい、であんなでっかい部落がすっかりひっくり返って、えー、珍しいことだったんですよねあんなでっかい部落が。 なったんり、うん、まあそこらが難しいとこなんでしょうけどね <laughs>、えー、まあ基本的にはやっぱり人間対人間の信頼関係っていうかそれがでっかいと思うんでそのほかに今のそのほかの面で。 えどういうふうに意気統合するかということが大きなそのまあ技術員とか有力者とかそういうのが主力になって村をリードするわけでまあ種の選択なんかもそういうことになると思うんですよね。